福島県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しい地点を見ていきましょう。福島県いわき市、田村市、平田村、小野町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒情報とは、大雨警報の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に発表しています。では現在のお天気の状況を確認していきましょう。福島県からいただいているお天気報告ですが、黄色の豪雨レベルの激しい雨の報告や、濃いブルーのザーザーレベルの雨報告を多くいただいております。ではここからは土砂災害の危険度マップ見ていきましょう。一部赤色の警戒、そして紫色の非常に危険というエリアもあります。では今後の降水予想も確認していきましょう。現在も活発な雨雲で覆われていますね。時間進めていきますと、この後雨雲はだんだんと北東の方に動いていく見込みです。15時過ぎになりますとかなり雨雲抜けていきますが、この後も引き続き強まる雨、そして土砂災害にも十分な警戒が必要です。以上、気象速報をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。